今日は何の日のコーナー。本日4月5日はみたらし団子の日です。本日お誕生日の方おられましたらおめでとうございます。ちなみに本日お誕生日のサッカー選手の方には室谷選手がおられるようです。今朝所属チームのハノファーでね、原口選手のゴールアシストされたみたいですね。おはようございます。どうもなちばです。本日も元気にウィール2021やっていきたいと思いまりよ。さあ本日は月曜日ということでコミュニティにね配信予定発言させていただきやした。今週は土曜日の配信をお休みさせていただきたいと思います。今週もねアマンガースちょっと多めですね。新マップぐんぐんやっていきたいんで皆さんぜひお越しください。あとはね久々に今日アプリのレート上げしますね。めっちゃんこ楽しみなんでご都合よろしければ絶対見てくれよな。それでは今週も来てくれたクラブセレクションガチャの方引いていきたいと思うんですけれども、まあ今週はね過去一強化されて間違えたいいフットボールの方をやっちゃいましたが、今週は過去一強化されて登場してくれた選手がねたくさんいると思うんで、いつも通りまあ私のね平常運転通り神引きしていきたいと思います。まずこちらの方から見ていきましょう。バルセロナ、まあねもうバルセロナに関しては親の顔より見たなんちゃらって感じではあるんだけど、もう毎回言ってる、毎回動画見てくれてる方は覚えてるレベルかもしれん。欲しい選手1人目、フランキー・デヨング選手ですね。7度目の FP 登場選手ですと、私今作 FP デヨング一体も当たってないんですね。これ言うの何回目？今回こそはね絶対に狙っていきたいと思います。これも言うの何回目？しかもね今回過去一強化されたと言ってもいいレベルの強さで登場してくれましたね。レベル総合値97まで上がりまして、ボールキープパス能力すべて95以上まで上がってくれますね。永遠に私の元へ来てくれない気がする FP デヨング選手、絶対に今回当てていきたいと思います。アシストの可能性は特大です。これも言うの何回目？さて2人目はこのからペドリ選手ですね。ペドリ選手今作3度目の FP 登場選手ですと、この選手も超強化されてきてくれてて初の黒玉登場ってことで今回狙っていきたいです。レベル総合値98まで上がりまして、ボールコントロール、ボールキープ、ボディコン全てカンストしますね。まあ前来た FP ペドリ選手の使用が結構良かったんで今回当たったら乗り換えたいかな。ガチスタの可能性はとくとく特大です。まあこんなもんですかねバルセロナは。まあ今回珍しくメッシがいないんで、夏芝メッシを絶対当てていくジンクスは今回発動しません。フレンキー・デヨング選手、ペドリ選手、この2人を狙っていきたいと思います。いきます。1回目、一斉のでバルセロナ。さあとりあえず右足こよ、半々ぐらいなんだよね。半々ぐらいで左足右足の選手がいるんで、スパインからの右足、いいよ。お、黒人の方で、でんべ。間違いなく外れではないんだけど、使いかどうかは微妙い。ってことで2人目ですね、引いていきましょう。いきます。お願いします。フレンキー・デヨング。さあ、どうでしょうか。まあ、見事ね、右足来てくれたはいいんですけど、でんべれが来てくれたということで、左足なんでなの。17番、トリンコンじゃない？トリンコン。巻き舌長くやるの難しくね。トリンコン選手、ありがとうございます。トリンコン選手来てくれました。ポンポコポンポコ引いてって、早くもラストですね。では引いていきたいと思います。いきます。せーので、フランキーでやーん。マジで頼む。トリマ右足やねっつってイクミン出してくんなって感じですよね。スペイン来い、お願い。スペインは来た右足誰が来てくれる？お、え、マジかよ。ここでちょっと、もうブスケツなんかブスケツめっちゃ来るんだけど。ヘアキッチー、マジかー。ちょっとバルセロナはなかったことにしましょう。続きまして引いていきたいのはこちら、レアル・マドリードの方引いていきたいと思います。まあといってもね、レアルで欲しいの1人だけなんで、しっかりその選手をね狙ってやっていきたいと思います。その選手の名前はイスコ選手ですね。ウィール史上初 FP 登場ですと、イスコファンの方は待ちに待った FP イスコなんじゃないでしょうか。レベル総合値95まで上がりまして、ドリブル系の能力が全て95以上まで上がってくれますね。まあ、パス能力だったり瞬発力も90を超えてくれますし、まあ、ちょっとわがまま言うとスキルにねワンタッチパス欲しかったかなって感じですけど、能力パスあるってことで、これは結構嬉しいかなと。めちゃめちゃ使用感が気になる選手かなってことで狙っていきたいと思います。イスコ選手、ガチスカの可能性は特大です。よろしくお願いします。ってことでね、まあレアル皆さんご存知の通りみんな強いんですけど、今回初登場のねイスコ選手狙ってやっていきたいと思います。ってことでベンちゃんとか来てくれたら嬉しいです。まあクルトワ、モドリッチ、バラン、この3選手はいらないかなって感じでやっていきましょう。いきます。せーので、レアル1回目。さあレアルの方はとりあえず右足を狙っていきます。一番ねちょっと微妙な反応になっちゃうのは間違いなくルカ・モドリッチ。誰が来てくれる？左足。なんでこんな左足にちょっとさっきから
アセンシオじゃない、11番ありがとうございます。いやーマジかー、アセンシオもね強いんですけどねしか言ってないな。ちょっと最近のガチャありがとうございます。すっごいいい笑顔してるね、素敵ですね、ありがとうございます。アセンシオ選手来てくれました。今のところバルサ、レアルともにね欲しい選手一人も来てくれてないんで、ちょっと気持ちが萎えかけてますけれども、気分を上げてやっていきたいと思います。いきます、せーので、ポン。さあどうだ、スペインヌからの誰が来てくれるかが重要です。右足誰が来てくれますでしょうか。右足来たー。誰だこのスパイクの色、9番ベンちゃんかな、ベンちゃんだヒゲでわかるベンゼマ、ありがとうございます。カリムベンゼマということで、まあ、ベンゼマ選手もドチャドチャ強いんですけど、ちょっと待って、同じ反応しかしてなくないか、マジで。いや、マジでちょっとね、イスコ使いたいな、本当に来てほしい、お願いします。イスコ選手、ラスト引いていきます。そう、いきます。一斉なので、イスコ、マジで頼む、マジで結構使いたい、イスコ選手、マジでお願いします。右足来た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 、被ってないよ。あれ、5番バランや。もう、バランね。なんか一回いつかのクラセレで3体バラン来たんだよな、確か。バラン難民の方には申し訳ないんですが、私はバランは、もう大丈夫です。いやー、マジか。ちょっと厳しい。レアルな、イスク来てほしかったですね。しかも最後がバランっていう、ありがとうございました。ラスですね、こちら、バイエルの方引いていきたいと思います。バイエルはね、ガチでみんな当たってほしいレベルの神ガチャって感じなんだけど、まあ、とにかく被らなければ神引きかなと。しかもね、私が今まで当たったことない FP 選手が2人登場してくれてるってことで、特にその選手たちをね、狙っていきたいと思います。まず1人目は、この方、メロイ・サネス選手。3度目の FP 登場選手ですと、バイエルの10番、スパサブドリブラーサネ選手が強化されて登場してくれました。自分はそこで96まで上がりまして、スピシュンがカンストしますね。特にプレースキックがかっこいいし強化されてて、91まで上がってくれますと、スキルも結構豊富ですし、言うことなしの選手だと思うんで、絶対に当てていきたい。ガチスタの可能性は特大です。レロイ・サネ選手、よろしくお願いします。続きまして、この方、ベンジャミン・パパール選手来てほしいです。今作4度目のヒピ登場選手ですと、トップクラスの守備的サイドバック、パパール選手がね、超強化されて今回登場してくれました。自分総合値96まで上がりまして、フライパススピード92まで上がってくれますね。まあ、平均的にサイドバックに必要な能力高いですし、スキルだったり適正ポジションがね、かなり豊富なんで、当たってくれたら使用頻度とても高いかなって感じで狙っていきたいと思います。勝ち方の可能性はトクトク大です。パパール選手マジで結構使いたいんでね、狙っていきたいですね、よろしくお願いします。まあ、最初に言った通りね、他の選手も鬼鬼鬼鬼鬼強だと思うんですけど、今回は特にサネ選手、パパール選手、この2人を狙ってやっていきたいと思います。ちょっと今のところ私欲しい選手一人も来てくれてないんで、バイエルにかけてます、よろしくお願いします。いきます、一斉のでポン。さあ、左足右足どっちでも希望はある。どうだ、青色、あ、真っ青な色、左足来た、どうだ、お、え、来たんじゃない？あ、やった！マジか！これは嬉しい！レロイ・サネ！うわ、マジか！めちゃめちゃ嬉しいな！ありがとうございます！やっと欲しい選手来てくれたよ。ガチかって、ありがとうございます！これだからガチャは。やめらんない。さあ、ということで、狙ってたサネ選手来てくれました。スピシュン鬼ですね。ありがとうございます。やったー、めっちゃ嬉しいですね。ということで、バイオル2回目引いていきましょう。まあ、この調子でバチコリとベンジャミン・パパール選手を狙ってやっていきたいと思います。お願いします。せーの、パパール。さあ、どうでしょうか、パパール選手来てくれますか。右サイドバックパパール、超強いんでね、絶対来てほしい。お願いします。でも、右足いいですよ。スパイクは、緑。さあ、誰で、ミュラーですね。ミュラーも強い。ありがとうございます。うん。ありがとうございます。あ、ミュラー選手はね、めちゃめちゃ強いスパサブの選手ではあるんですが、パパールを使いたい。バイエルのラストですね。引いていきたいと思います。まあ、3個ガチャ引いてきましたけれども、これがね、正真正銘のラストでございます。パパール狙えるのか。いきます。夏千葉、頑張れ！せーの、パパ！さあ、今、ドックンドックンと、おそらくね、心臓音が鳴ってると思いますが、パパール選手、右足来てくれるのか。まず右足、あー、ねえ、違うの、でも違うのよ、違うの違うんだよ最近芦田愛菜ちゃんのモノマネハマってるんですけど、芦田愛菜だよっつって、サネちゃんありがとうございます、ピエー、
いや、大パンしちゃいましたね。嘘です、大パンじゃなくて携帯がなんか浮いて落ちた音ですね。ちょっとよくわかんない。サネ選手ありがとうございます。キエー、マジか、嬉しいやけどっていうガザになっちゃいましたね。まあ、パパール選手来てよかった。サネ使いましょう。ありがとうございます。ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。夏芝でした。渋いだろうって思った方は高評価、渋くねえだろうって思った方も高評価よろしくお願いします。チャンネル登録、コメントもよろしければよろしくお願いいたします。それではまたね、バイバイ。最後の最後までご視聴ありがとうございます。本日も100の質問やっていきましょう。今回の質問はカフェでよく頼むメニューはってことで、まあ、これはねかっこよくブラックコーヒーとか言いたいんですけど、私残念ながらカフェインちょっと苦手でして、頼むのはもっぱらメロンソーダですかね。まあ子供って言われたらちょっとそこまでなんですけど、スタバ行ったらねキャラメルフラペチーノよく頼みますけど、まあでも私飲み物よりねカフェのサンドイッチだったりカレーとか食べ物が好きですね。最後の最後に質問全部ひっくり返しちゃった。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまたね、バイバイ。